疲れ様です。今日の練習どうでしたか？今日の練習も素晴らしい天気のもと、いいトレーニングができました。新しい練習場で結構どうですかね、設備の方とかも。いや、もうこの上ない環境でいいグラウンドですし、これからクラブハウスから完成するのが待ち遠しいです。ありがとうございます。まあシーズンも残り2試合になりましたけど、お二人の今年の思い出というか印象に残っていることを教えてもらえますか？思い出ですか？はい。マリノス以外の同じチームで練習だったりプレーができているので、すごく嬉しいですし、もともとチームに貢献できると思います。ありがとうございます。あ、じゃあ田代選手の思い出も。楽しいです。秋といえばっていうところを聞いたりしてるんですけど、お二人の秋といえば松茸味覚ですね。秋の松茸ご飯とか紅葉です、はい、ああいい紅葉ね、あそこにはもう桜の木がバーッとなりますからね。そうですね、確かに確かに。皆さんちょっと走りながら撮ってみようとしたんですけどありがとうございます。お疲れ様です。練習後の動画を撮っています。お疲れ様です。もう今シーズンもあと2試合っていうところで、まあ、でも、一番の思い出というか、なんか、印象に残っていることとか、まあ、ありますかね、プライベートでも。やっぱり、安井と、はい。ご飯行ったことですかね。おお。いや、もうほんまに、来てすぐぐらいから、はい。よくしてもらってて、あ、そうなんですね。そんなずっと言ってるんですけど、はい、未だに連れていてくれないってあれ、ね、あれ言ってなかった。もう言って1、2ヶ月ぐらいは夢だったみたいな言ってるんですけど、全然その後進展がない。夢だったみたいな。あ、そうなんですね。約束だけもうしてやるっていう。こいつは先輩の約束無視してなんか家に後輩とか呼ぶやつなんで、もうそんなやつももうこっちから行かないですよ。そういうの先輩が誘うもんじゃないですか。こっちからなんかご飯行こうみたいな、まあ、言ってるんですけど。はい。安井選手は何を食べに行きたいですか、福井選手と。福井選手。なるほど。福井選手料理得意だったんですね。話が下手なんだよ。関西人は。場の空気で、こういう時になると話の振りが下手なんですよ。カメラを向けるなんですね。うまいですね。うまくないな。そうだ。今日もお疲れ様でした。頑張ります。